アイテム番号、SCP-617JP。オブジェクトクラス、ユークリッド。特別収容プロトコル、生育実験区域外で発見された SCP-617JP は発見地点から半径500メートルの土壌、土壌汚染の浄化作業の名目で掘り返して根茎まで回収した後、周辺生態系に影響を与えない地質の土と入れ替えます。個人での栽培を行っていた場合には尋問した後、記憶処理を施して解放してください。回収したすべての SCP-617JP はすべて焼却処分を行います。SCP-617JP の投下の目撃者には記憶処理を施し、インターネット上の写真動画及び目撃情報にはウェブ操作プログラム、エンサジによる元データを含めた削除が行われます。生育が許可されている SCP-617JP は半径 1km 以上に根を伸ばさないように実験区域が整備開発されます。説明。SCP-617JP は西洋タンポポ、タラクサクムオフィシナル、の一種です。コーカソイドの児童の頭部を模した頭下と根茎の機能を有する人の脊髄を有し、種子をなさない点で従来の雌雄と異なります。SCP-617JP は200年にインターネット上の一部で話題になっていたスナックフィルム制作のモキュメンタリー動画がきっかけとなって発見されました。作中に登場するリアルな児童の頭部が本物ではないかという噂をもとに財団が調査し、SCP-617JP の頭下を多数保管していた動画の複数の制作者を交流尋問しましたが、頭下のみをウェブ上で、バイヤー、から購入している以上のことは判明しませんでした。制作者全員に記憶処理が施され、カバーストーリー、パイロットフィルム流出、が適用されました。SCP-617JP の頭下は従来の種と同じく下状花によって形成されていますが、前述のようにコーカソイドの児童の頭部を模しています。模倣は物理的な損壊にも反映され、人体の頭部が負傷損壊した状態を瞬間的な変色によって正確に再現します。これは物理的損壊そのものに加えて、伴うことが予測される炎症の再現も確認されています。物理的要因による損傷は治癒がなされない反面、炎症は人と同程度の時間での治癒していく様子が変色によって再現されます。以上のような再現をする一方で、それらに通常伴うことが予測される表情による感情表現が確認されたことはなく、これらの性質は枯れた後も維持されます。変色のメカニズムはアントシアニンのpHによる平衡による色の変化に酷似していますが、SCP-617JP はpHを変化させる物質を生成しないため、現在もメカニズム解明のための研究が進行中です。SCP-617JP の根茎は植物の機能を有した人の脊髄です。従来の種よりもさらに長く伸びる特徴があり、アスファルトなどにより物理的に生育が阻まれない限り伸び続けます。従来の西洋タンポポ同様に根茎による強い繁殖力を持ったため財団の管理下にない生息土壌は可能な限り入れ替えられることが求められます。また採取可能な遺伝子から判別した場合、地表から生えた部分は西洋タンポポに近しいことを示しますが、根茎はコーカソイド系の人に近しいです。SCP-617JP が枯れる要因は、人為的な採取を除いては根茎の生育が完全に阻まれることが原因です。頭下の外見的特徴、根茎の遺伝子検査のいずれも特定の個人と一致した事例は確認されていません。ほい。SCP-617JP の個人栽培者のうち、バイヤーから直接購入した栽培者は質の維持のために、悪環境下での生育、と、頻繁な剪定作業を、SCP-617JP の目の前で行う、ことを説明されたと証言しています。それを裏付けるように財団実験下での良好な生育を行った SCP-617JP は、頭下や根茎の形成が完了する前に枯死する個体が約 90% 発生しています。対象、死、以下、対象と表記。父基、アメリカ合衆国ミシシッピ州在住、67歳、独居。父基に、対象は所轄警察署に出頭後、財団の管轄下にあるメンタルケア、プログラムを受けることを前提に釈放されており、これはその第1回受診記録である。財団エージェント扮する臨床心理士は、警察署に出頭するに至った経緯について質問した。対象、カトリーナ、だ。対象、あれが俺の全部を奪っちまった、ばあさん、息子夫婦、孫、
対象。銃はあったが、口に突っ込み無難さできなかった。俺は臆病者だ。対象。病気もねえ、怪我もしねえ、だから仕事ができちまった。対象。そんな時だ、趣味の悪い動画のついた、スパム、が届いたのは。対象。消そうとして操作を誤って開いちまった、そうしたらいたんだよ。対象。チェーンソーで笑顔のまま真っ二つにされる孫が、だ。対象。あのまま心臓が止まり続けてくれや、よかったんだ。対象。そうすりゃアホなことを考える前に、家族の元に行けたんだ。対象。大きく息を吐き、一分間沈黙。対象。俺はそのメールの文面にあった、栽培キット、を注文した。貯金の半額だったが、どうでもよかった。対象。メールのやり取りで、商品、として、ああしろ、こうしろと抜かしやがったが守るつもりはなかった。対象。手塩にかけて育てたよ。仕事も辞めてのめり込んだ。対象。口を結んで首を横に振りながら、全部枯れたよ。対象。種がなくても新しいのが生えると言われてたが、騙されたのにその時に気づいたよ。対象。そして、あの趣味の悪い動画を作ったアホの片棒を担ごうとしてたのに気づいたんだ。対象。俺は、家族に会いたかっただけなんだ。対象。頭を抱え込み、うつむいたまま沈黙を続けた。終了報告書。対象が閲覧した動画に映る SCP-617-JP は、記録上に残る対象の孫の要望とは全く一致しなかった。ほいに、これまでの、バイヤー、による販売経路の発端がウェブ上に限られていることを踏まえ、財団は各販売経路の発信元の調査を行いました。結果として SCP-617-JP の各販売広告は不特定多数のサーバー、あるいは企業及び個人所有のコンピューター端末を経由して発信され、はとなるように一時発信元が偽装されていることが判明しました。いくつかの一般的なセキュリティプログラムも発信元偽装を助長するような改変が更新ログなしに行われていたため、ウェブ操作プログラム、エンサジはそれらの構成差分を取得し、再構成する機能を有しています。これは、エンサジ自身も例外ではありません。